スポー、はい、どうも皆さんこんにちは、 MSS プロジェクトでございます。はい、さあ皆さん、昔ですね、はい、まあゲーセンとかで、まあ今もあるんですけども、はい、まあ流行ったというか、うん、ワニマニパニック、ワニマニパニック、まあ、アメすくうやつ、アメすくうやつ、これでしょ、そうそうそう、これか、そうそう、あれじゃあこういうやつじゃ、そうそうそう、1回30円ぐらいの、はいはい、なタワーとかにたまになってる、あれ悪いやつさ、めっちゃこうやって持ってプリクラあるじゃないですか、プリクラ、え、タイピングオブザデッドあんま似てない、あのプリクラが、なんと今回ですね、ミニサイズになって登場ということで、プリズンクラッシャー、プリズンクラッシャー持ってきました。こちらでございます。スルー。はい、こちらはプリントシールの青春、青春のプリントシールですわ。青春？プリントクラブとは多分言えないんだろうね。青春残ってる人はどうすればいいの？あー、大変だね、俺とかね。はい。あの、本商品でシールは印刷できます。なんでだからどういうことかというのも、それも含めてちょっとやっていきましょう。ドゥルル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 ルこれから自分色に染め上げるってことでしょ。デコるの、デコるの全部自分でやらなきゃいけない。うわー、これ横、これ横、うん、それ横、どこだ、スマホ入れたら光るのかな、これ、このシール取れねえ、そんなに、こういうの難しいよな、あ、取れました、あー、釣れましたね、いやほらもう、で、どうやって、お前戻したべ、戻したべ、お前シール貼るだけなのすげえ楽しそうやなマジこういうのピンセットないと無理、凝固、確かにピンセット欲しいな、こういうのな、うあー、ちょっと上だ、あー自分色多すぎな自分色桃色、いい加減にせんか、最後にこいつを貼って おしめだ、全然大きさ合ってないけどそこびっくりした、おいだからおるんじゃ、おおめだから言うたやろ、貼ればいいんじゃない、適当に、ああ自分色に、そうだな、そうだな、できたー、よっしゃー、できました、やったー、じゃあ早速、こちらの方どう使うかと言いますと、うん、まあ、真ん中ないじゃないですか、何もない、こちらの方にですね、スマートフォンを入れるわけですな、はー、はい、さあ、こちらのですね、専用アプリがあるんで、うん、それちらの方ちょっと、もうインストールしましたんで、じゃあ早速やっていきましょう、まずですね、スマホ入れます、ああ、そうそう、そこに、ここに入れる、そこに入れる、差し込む、おーい、できた、蓋は閉まらないそう、ほんとだ、合ってないやん、あ、でもここに穴あるから、ここにこうやって入れるんだわ、まあまあ、ああ、で、後ろのダイヤルみたいのがあるから、それで固定するんですって、あ、光った、これが正解ってことじゃない、で、じゃあアプリを起動して起動しますよ、うん、わ、きた、青春のプリントシール起動、イエーイ、なんか、喋った、これは、なに、とりあえず OK 押してみる、あ、そこは画面タッチなんじゃない、なんでやねん全部タッチでええやんけフレームを選ぼう、じゃあラブにしよう、お菓子っぽくうわーうわー、よし、じゃあ映ろうぜ、みんなで、うわ、昔っぽいな、ちょっと待って、これ OK ボタンは無理やってじゃあいくぞ、いい、せーので、あ、あ、そうだ普通のあのシャッター音聞こえましたけどこれなんか昔あったわ、こういう光景あったね、あった、必ずこうなるんだよねそうだね、ちょっともう一回撮ってみよう、ちょっと違うフレームだよ怖っ、こいつこんななんか寄り目だったっけ、うわ怖っ、ちょっと人間に見えるもんね、化け物映ってるOK なんだそれ、保存スタイルを選ぼう、じゃあ4人いるから4分割にするか、そうだ、ね、そうだな、あ、でもこれ昔あったこんな、あー、そういうタイプあったよ、これできた、で、OK、保存したよ、やったー、やった、できた、はい、ですね、保存した画像をプリンターやコンビニのコピー機で出力しよう、今はできない、あそぼうよ、あそぼうよ、怖っ、最悪だってこのアプリだけあるわ、そうそう、最悪でも最高でもなんとなくその通りですねそうだね、このアプリじゃなくてもスノーとかいっぱいあるから
やべ、マジでこれめっちゃ切り始めてる。まずいね。タイムトラベルモードとかもあるんです。え、タイムトラベルどうせあれじゃ、だからあの枠の話。そう、枠とかじゃない。え、違うよ、多分受けてくる。ああ、それちょっと見てみよう。それはいいんじゃない。よし、一人だ。OK、 OK にしたの。えっ、ーああ、なるほど。若返りもできる。どっちがいい？若返り。若返り見たい。そこまでしかいけないんじゃない？平成10年前。10年前。なんで10年前なんだろう。ん？ん？ああ、今タイムトラベルしてる。謎の演出。さあ、どうだ？はあ？はあ？気持ち悪い。何これ、何これ。なんだ、なんで目をわざわざ出してきたこれ。目は果てらねえ。うわ、うわ、もう変わんねえ。気持ち悪いな。無理やり目作られてる。無理やり目作られてるから、そういうさ、目隠してるやつは多分どうしようもねえんだな。まあそうだね。まあでも別にそういう問題じゃなく、大したことがない機能だっていうのが分かる。そうだね。あの、飾られるの、ほら。あ、いいね。いいね。やべえ。いいね、それ。それ似合ってるよ。うわあ、なんでドローン。今どき。うわ、タッピル。これでタッピル。完成。きめえ。さあ、というわけで今回ですね、青春のプリントシールをお送りしました。はい、ですね、皆さん、くれぐれもですね、これだけでプリントできると思って間違って買わないように。なんでこいつのセットでいるのかわかんないけど。色もいい感じだった。そうだね。MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。MSS プロジェクトは YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方をお願いします。登録ボタンの方はですね、高評価あとはですね、下の概要欄にもですね、URL と載っていると思うので、ぜひ、ご登録の方よろしくお願いします。チュン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 。なんでクリアしてるの。クリアしちゃった。おかしいだろ。